何でも出てくる技の百科事典ドゥエイン・エヴァンス。前節ゲーム1、スリーポイント8分の6、ニック・メイヨ。スリーポイントの必殺仕事人、大阪の救世主、イ・ヒョンジュン。大阪の元気印、ゴーダ・レイ。インサイドはお任せ、大黒柱、ショーン・ロング。背は高いが腰は低いジェントルマン、アンジェロ・カロイアノ。前節、ロングのピックを使う。鈴木のここはジャンパー決めてきました。どうでしょうか。いや、いいですね、はい。山崎得意のスリーポイントが見られました。ロング自分でオフェンスリバウンド取る。そしてエンドワンだ。ロング吠えた。いや、誰も抑えられないといった感じですかね。ロング経由でイ・ヒョンジュン。ロングフェイクを一つ入れてダンクに行った。豪快でした。エヴァンス、中村、ゴーダがつく。中村のスリー決めてきました。なんとこれで3本目。中村がゴーダについている。中村このショットは決めた。いやー、よく決めました。激しくついている。ルーキー同士のマッチアップ。イ・ヒョンジュンに一度託す。そしてロングだ。ショーン・ロング、エンドワン。メイヨがついている。あと3秒だ。木下、早く打ちたい。木下スリーを打って、なんと時間いっぱい。まだあの可能性をどんどん残しますよね、うん。あ、ここはボールの中にカウンバー。さあ、フニュー、ここはプラクシャに任せる。ダンクだ。16得点目。木下2本目はあるか。まだ時間ある。フェイダウェイ、ブザービーターで決めていきました。ハマー。広島が大阪の背中を捉えました。田島、フローター、ロング、ロングダンク。いや、これはいいプレーでしたね。鈴木に対して山崎のディフェンス。そしてロング、エンワンだ。広島としてはこの攻撃しっかり取りたい。ここには山崎がいた。山崎得点。早く得点が欲しい。スリーを狙う。ブラックシア、スリーは来ない。そして最後はロングのダンクだ。大阪ブースターから大歓声が上がりました。いや、あ、イ・ヒョンジュンガッツポーズ。